黒田敏高は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。黒田氏の家臣。黒田二十四期、黒田八虎の筆頭。天文二十三年、黒田職、隆氏の次男として、張馬国姫路城で誕生した。同母兄に、吉隆がいる。天正五年、織田信長による中国ゼメが開始されると、兄、吉隆と共に、橋場秀吉の敗下として参加し、 秀吉の馬回りとなった。天正六年から天正八年の三木合戦、その後の映画城攻めにも従軍し、町壺城の城代となった。天正十年の信長死子は秀吉に仕え、備中高松城の戦い、山崎の戦いでも秀吉に従っている。天正十二年の小牧、長久手の戦い時には、老いの黒田長政らと共に、泉国で一騎の鎮圧に当たっている。 天正14年から天正15年の九州征伐にも参加した。この頃、兄、吉高の勧めにより総国山口でキリシタンの洗礼を受けた。その後、兄、吉高が戦後の九州国分によって、武前国六軍が与えられ、武前中津城主となったため、兄から一万国を分与されて、武前高森城主となった。兄が隠居すると、 その家督を継いだ老いの黒田長政の貢献役を務めた。文禄元年からは文禄の役にも大組頭として参加したが、一度、講和状態となった文禄5年に帰国。その後体調を崩して、泉国境で療養中に死去した。去年43、ありがとうございます。